で、今日ですね、ちょっと茶箱なんて話が出てくるところで、ここだ。286ページで、まあ、後ほど行くんですけれども、茶箱の手前に匂わりっていう、まあ、茶箱の手前には2つ、種類がありますよっていう話で、で、1つは、今でいうところの通常の茶箱、そこに出てますけれども、利休型の。普通の茶箱のお手前。これはまあ、野点の、やり方と同じようなものなので、特に、変わったことはありませんっていう。で、もう一つの茶箱は、人の方に茶を送るとき、いわゆる札箱ですね。で、南方録だけでなくて、古い茶書ですと、札箱っていう単語自体があんまり出てこないです。基本全部茶箱なんですね。まあ、もともと茶を仕組んだりだとか、茶器を入れて持ち入れたりだとか、茶道具にまつわるものを仕組むものを全部茶箱、籠であれば茶籠って言ったので、その類でこの札箱も、この当時は茶箱って言われてました。なので、まあ、こういう古い茶書ですとか、読むときに、茶箱っていう単語が出てきたら、これはいわゆる茶道具を仕組むための茶箱のことを言ってるのか、札箱の話をしてるのか、これはまずちょっと文脈から読み解いていただく必要があるんですね。で、この札、まあ茶箱の、もう一方の方は、茶を送るときで持参することもあったりとか、また前もって使いの者に持たせて、茶器に渡して、で、後日自分がお邪魔して、で、一緒に新茶を楽しむなんていう、そういうこともやられていますっていう話の流れで、まあ、濃茶、薄茶、両種入れたり、また濃茶一種だけ、もしくはまた濃茶二種入れたり、それはまあ、送る人の心次第です。今はまあ濃茶二種っていうのは基本ですけれども、昔はまあ薄茶を入れたりだとか、もしくは濃茶一種だけだったりとか、いろいろありました。で、重要なのはここからで、この茶箱を送るときには、白き小撚にて真ん中をくくり封をする三、封の三頭ということ聖なりっていう言葉が出てくるんですよ。で、これ、いわゆるどういうことかっていうと、まあ、図でちょって出てて、これじゃもうまるでわからないんですけれども、こういうことなんですね。これがいわゆる三頭の聖。昔は、茶箱を、すさまのところに持ちして、で、一緒に楽しみましょうってなっても、これまず、お預かり、まあ、お預けるんですよ。で、一時期持ってきた人の目から離れますよね。で、その時に、いわゆる水屋にいる人が悪意のある人で、ちょっと下克上を狙ってるですとか、それを毒を持っちゃうなんていうことは、割と日常茶飯事だったらしいんですね。で、やっぱりそういったことがないように、こういう封印をして、で、お渡しして、で、その家の亭主はお預かりして、まあ一度水屋には下げますけれども、このすぐにここにこうやって飾っておくんですね。封印したまま、前までも札箱の手前の場合は必ず棚に飾った状態から始まりますけれども、で、これをまず取り出して、まあ送り主が席に入って、じゃあ、一服しましょうっていう形になった時に、まあ当然、封されてますから、あらかじめここに茶入れを置いとくなんてことできないんですね。ですので、これを取り下ろして開ける必要があるんですけれども、その時に送ってきた方、今、正客に座ってるような、まあ送り主が、封印を改めさせてくださいっていうんですね。間違いないように。で、その亭主の方は、いや、それはもうあなた信じてますから大丈夫ですよっていう。ですけれども、それを付して、再度、ぜひ封印の方を改めさせてくださいって言われたら、これを
お客様の、まあ、送り主ですね、の方に、ではどうぞ封印を改めてくださいっていう形でお持ちするんです。で、お持ちしたときに、亭主に小刀を借りて、で、これをプチって切って、で、封を解いて、で、この封が間違いなく、すげ替えられたものでないかどうかっていうのをチェックしなきゃいけないんですね。で、その時に、出てくるのが三頭の肘というものなんですけれども、こっちはまっすぐ一本ちょっきり、プチ。で、こっちは剣先になってるんです。で、1、2、3。で、三頭の肘。っていうことなんですけれども、で、これを持っていく方は、あらかじめこれを自分家でよしよしってこさえて、で、長めにしたものをこのようにプチって切った、この切れ端を懐中しておくんですよ。懐中しておいて、で、改めさせてくださいって言った時に、切って、で、これちょっと短く、もうちょっと長く切れよかったんですけどね、これパラパラパラって開いて、こっちもパラパラパラって開いて、で、これがぴったり合えば、間違いないっていう。そういう、封印の仕方なんですね。で、この本文では、こよりっていう話しか出てこないんですけれども、いわゆる通常のこよりですと、これ、置いた時に、ガタつくだけじゃなくて、これスーって抜いてスーって入れられるんですよ。ですけれども、この平たい独特な折り方ですと、このように折ってあるんですよ。どうぞ回してみていただいていいですよ。持って広げてもらって、美濃紙です。はい、普通のあの構造紙ですね。で、構造紙っていうのはやっぱりあの丈夫なので、こより作ってキュッで締めるのに非常に便利なんですよ。締まるんですね。で、こよりっていうのはあくまでも結ぶところだけこよってギュッて角で縛って、で、可能な限り遊びがないように。そうするとこれ抜くことはできるんですよ。入れられないんですね。特殊な折り方してて、なおかつ平べったくて三つ折りになってるもんですから、三重に。なので、入れようとしても入れられないんですよ。そうですね。小よりですと丸まってますから、グリッて入れられるんですけれども、平たいものでぴったりしてるものってのは、後で入れにくいんですね。結べるんですかね、紙でね。あ、はい。小よりはかなり強いですから、それこそ茶師なんかでも、壺に入れて、で、濃い茶なんかっていうのは、反対に入ってますけれども、あれの封をしてるのもやっぱり小より、あれはもうねじったものをすっぎゃって結んでますけれどもね。意外と小よりって丈夫なんですよ。美濃紙だけだ。はい。で、美濃紙っていうと、まあ今お茶の世界でみんな美濃紙、美濃紙って言うんですけれども、美濃の生産されてる方に美濃紙くださいって言われると、どの美濃紙って聞かれる。うちで作ってるの全部美濃紙なんだけど、結局美濃で作ってる紙を美濃紙っていうので、厳密的に言うと楮紙です。楮、はい、100% の和紙、これをお茶で一般的に美濃紙とか美濃紙って言ってるものなんですね。で、美濃で作ってれば返しも奉仕も全部あれ美濃紙ですから、ただ素材が違うっていうだけで、だから楮紙が一番やっぱり丈夫なんですね。こよりで、こよってで思いっきり引っ張ろうとしても切れなくて、逆に手の皮が擦り切れちゃうんじゃないかっていうぐらいものすごく丈夫なんですよ。なのでこうやってギュッて縛るのに適してるんですけれどもね。まあとりあえずこれ三頭の肘っていうものはこういうのがありますっていう。で、これについては秘伝の方で細かく、やり方なんていうのは出てくるので、またそこの方でも、ちらっとお話はしますけれども、まずこの三頭の肘っていう単語が出てきていながら、何の説明もないので、とりあえずこういうためのもの、結局、
中いたずらされないようにっていうためのものですので、でこれあの言われがあって、南方録ってやっぱりあの随分いろいろな方が研究されてて、でまあ一番有名なのは田中千勝さんですとか浅田妙明斎さんですとか、あとはあの芝山普賢さんですか、まあいろいろ研究されてた方いらっしゃるんですけれども、この三頭の肘のこの紐がずっと謎だったんですって。であの田中千勝さんの南方録の先生の浅田妙明斎さんっていう方は、あのこの小寄りっていう単語を普通に小寄りだと解釈して、うん、で中にいわゆる確信じゃないですけど印をするっていう封印をする印、うん、その見印っていうのは小寄りを作る前の紙に自分の印をポンって押して、で小寄ってでそれでやるっていう解釈をしてしまってたんですって。でそれをあの田中千勝さんに見せた時に、うん、田中千勝さんがちょっとこれ貸してくださいって言って、こうやってスーって抜いて、でもう一回ちょっとスーって入れたら、これ入れられちゃいましたって言わじわなことして、で、あ本当だね、じゃあこれは利休さんの失敗だねなんていう話でちょっとその時は済んでたんですって。ですけど後年田中千勝さんが研究を続けてた時に、小菅なんつったっけ、小菅なんとか祭、なんとか祭じゃない、まあ名前ちょっと後でまた思い出しておきますけれども、その方のいわゆるそれは南方録とは関係のない書物の中で、いわゆる三頭の肘が図解であったんですって。でそこでこの折り方がとこの切り方だから、実際にその方の三頭の肘は南方録でいうとこの三頭の肘と同じなのかどうかそれはわからないんですけれども、うん、ですけれどもこれであれば間違いなく抜くことはできても入れることはできない、うん、で三頭であることも同じだし、うん、なおかつこうやって開いて合わせることによって確認するとこれ自体がいいんですから、うん、それで田中千勝さんはまあ間違いなくこれのことを南方録でも言ってるんじゃないかっていう結論に至ったそうなんですね。これあの独特な折り方してるんですよ、うん、で一寸幅にをこう真ん中ペチョッと折って両脇をこう折り込んでいくっていう、で縁をちょこっと出すんですけれども、これ10人やったら10人とも違う折り方になるんですよ、当たり前ですけれどもね。なので印になるんです。切り方もやっぱりドンピシャじゃないですからね、手癖は出ますから。なので10人とも同じように折ってもそれぞれ切ったら切り口はやっぱり合わない、うんうん、だからこそこれがもうそのまま証になるっていうことなんですね。これ結んでから切るんですか？結んでから切りますね。あの僕間違えてあのあらかじめ切ってから結ぼうとしたら長すぎちゃったりとか、うん、あと短すぎちゃったりとか、うん、いまいちうまくいかないんですよ。だからやっぱりあのこよってこうピタッとやってこよってで結んでキュッて縛って、でこれは肩結びですのでね、で縛った後に程よい長さのところで、こっちはちょっと長めに切っちゃっても、まあ印を確認するときだったらここもう一度ピッて切っちゃって自分で確認するだけですからね、両方広げちゃってもいいと思うんですけれども、まあいずれにせよここを広げてこっちも懐中後ろも広げて、で合わせてチェックするという、それが三頭の肘ですっていうお話をちょっとさせていただきました。で、茶箱のついでに、あ、茶箱じゃない、札通箱。札通箱って結構かわいそうな道具で、その存在は知られてる割に、その実態っていうのはあまり知られていないっていうかわいそうな道具なんですね。で、何の話がしたいかっていうと、これ全部札通箱です。で、これが、利休型、一般的によくある、うん、これは、よいしょ、こっちの野郎豚、もしくは遠路豚って言われる落とし込みの一般的な札通箱の構造ですね。で、これよりも前にあった札通箱、いわゆる最も原始的な札通箱はこういうタイプ、二宝山なんですね。まずこれがあって、でこっちの方にもあの
三豚なりって書いてありますけれども、やっぱりこれを使ってたんですよ。ですけれども、いろいろな、まあ、不具合というか、密閉性ですとか、徐々に刺し物の技術でも向上してきて、こういうシンプルな構造よりもさらに進んだ複雑な構造っていうのができるようになって、こっちの方がこうね、好まれて、で、こっちの方が密閉性高いですからね。なので、まあ、こっちの方に、主流が移ったんですけれども、同じ三豚でも、こっちは出会い三って言って、これは浦仙家の玄玄祭の好みなんですけれどもね、こういう出会い三っていう三豚のタイプもあります。で、最後に、こういう予報三。まあ、三豚っていうのは、いわゆる箱の歴史で言ったら、まあ、構造としては単純で原始的な構造なんですけれども、もともとはこういった形のものっていうのがあって、でそこから野郎豚になって、ですけれども後年やっぱり三豚でいろんな流派の好みが生まれてっていう形でいろんな殺虫箱ができております。でこれ全部大きさ違うんですよ。でまあこれはそれぞれの好みのものですからね、その方の寸法で作られてますけれども、もともと殺虫箱って自分の持ってる茶入に合わせて作るんですよ。なので今利休型っていうものが主流になってるので、なかなか入る茶入がないのとかっていう話がよくありますけれども、もともと殺虫箱に合わせて茶入をチョイスするんじゃなくって、持ってる茶入に合わせて殺虫箱を作るんですね。なのでこういう大きいものも過去にはあったっていう、まあそういう。大集めが入るんですかね。入るでしょうね。ああ、これは入ると思います。で、こういったものなんかはこうやってニョコ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 っていや動かすじゃないですか。ああいったものができないので置いて扱うんですよ。扱いが変わるんですね。まあ変わらざるを得ないという。で、そうですね。で、あとそうだ、道具の扱いの話、まあこれは僕から言うことではないと思うんですけれども、これ持った時に、やっぱりピョンピョンってやって、こう一本ずつ動かしていくじゃないですか。これ一本ずつ動かしてるのって何だかご存知ですか？持ちます。ピョコってやってわざわざ、まあこんな、これはオーバーアクションですけれどもね。ですけど必ず上げて下ろす、上げて下ろす、こっちも上げて下ろす、上げて下ろす、上げて下ろす、上げて下ろす。要するにスライドをさせちゃダメなんです。吸っちゃいけない。はい。吸っちゃいけない。なぜか。なぜか。手垢つくじゃないですか。で、スライドさせていいんだったら、こうやった後にこれでいいんですよ。その方が安全じゃないですか。ダメなんですよ、吸っちゃ。吸っちゃいけないんです。なので、わざわざこうやって、一本ずつ上げて下ろす、上げて下ろす。上げて下ろす、上げて下ろす、なんですよ。ここ、なので、一本ずつ動かすっていうことだけを一生懸命意識して、ずり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 。そうなると、せっかく持つときだって、こんなベタッと持たないで、ちょっと空間を開けるようにして軽くって、極力接地面をなくすためなんですよ。そこまで気遣いながらここ擦っちゃったら、ここなんかワイパー動いたような手油がついちゃうので、なのでこれってのは必ず上げて下ろす、上げて下ろす、上げて下ろす、上げて下ろすの繰り返しなので、わざわざ一本ずつ動かさなきゃいけないんですね。で、一本動かしてここでキャッチして、でもう一本動かしてキャッチしてっていう、その連続で一本ずつ独特な動きが出てくるような感じになるので、それちょっとまあ話のついでですけれどもね、まあわざわざ僕は言うことではないんですけれども、なぜ一本ずつ動かしてるのかっていうその根源知らないと、とりあえず一本ずつ動かしてきゃそれでいいっていう結論に至ってこするんですよ。スライドはさせちゃダメなので、上げて下ろす、上げて下ろす。なので綺麗な動かし方の方と、なんか慣れてないなっていう方の動かし方ってあるじゃないですか。もう綺麗だなって思うような方の動かしはもう
例外なく上げて下ろすの連続、うん、なので綺麗に見えるんですよ。スライドさせないんですね。なのでまあそういうことを意識しながらお社長の方なんかにもお伝えしておくと、その注意すべきポイント、一本ずつ動かすだけじゃなくて上げて下ろすっていうのを意識させるだけでも、もうスピードなんて後から勝手についてくるので、でこれこっちに下ろしてこっちも下ろしたら、勝手にこっちは薬指に引っ張られるような感じになってくるんですよ、自然と。なので最初はまあ意識するでしょうけれども、上げて下ろすを意識し始めれば、手の構造が指が離れて向こうに行ったら必然的にこれもこっちにくっついてくるようになるので、なのでまあ自然とできるようになりますよっていう話ですね。スライドだけはしないようにしてあげてください。結構やっぱりこういう特に在半があるようなものなんかですとね、それ自体がやっぱまあ空引きすりゃいいんですけれども、極力やっぱりせっかくこうやって丁寧にお持ちですからね、上げて下ろすっていうので、こういうなんか届かないんですよ。だこういうなんかはもう置いて扱うんですね。まあ置いて扱うなんていうのはわざわざ手の動きがどうとかじゃないですので、持ち上げて下ろしてやってることをただここの場で下ろした状態であっち向けたりこっち向けたりするだけでいいですから、まあ注意することなんかないんですけれども、こういう大きい茶箱、札箱って意外とあるんですよ。古道具屋なんかにもたまに見かけることあります。これはそういう古道具屋で見っけたやつなんですけどね、遠州さんの方が持ってたって言ったかな。でこういうなんかっていうのはやっぱり先ほどおっしゃられたように大夏にも入りますし、ちょっと大きめな茶入れも入りますし、ただ今でこそこういうのって片付き入れるのが一般的ですけれども、昔多分片付きとかあんまり入れてなかったんじゃないかなって思うんですよね。わかんないですよ。江戸時代になると瀬戸なんかでも結構片付き茶入れ作られてますので、そういったもので片付き茶入れってもともとあれ詫び道具なんですよ。真の道具として君臨してたのはナス。それは山の上掃除機でちょっとお話ししましたけれどもね、もともとナスの茶入れっていうのがいわゆる宝珠に通ずるものとして頂点に君臨してて、でその次に文林だとか文奈だとかって、で片付きっていうのは一番底辺だったんですよ。ですけれども詫び茶っていうものが台頭してくることによって片付きの地位がぐっと向上して、最終的に天下三片付きだとかっていうものが将軍が欲しがるような、まあ信長もそうですけれどもね、そういった価値評価にまで高まっていったっていう。だからまあそれ考えると、まあ札箱に入れないっていうことでもないんですけれども、片付きってしたシュッとしてるじゃないですか、なんかぐらつきそうで怖くありません？だったらナスだとかの方が安定しますよ。だから多分そういうのを想定してこの大きさなのかなって勝手に思ったりもするんですけれどもね。ちょっとした片付きは頭が出てくる、あ、これ使えないっていうのが出ますもんね。そうなんですよ。浮いちゃうので。だからいわゆる持ち運びっていうことを想定した時にバランスのいい茶入れを入れてたのかなっていう。で、夏目なんかでもいわゆる尻袋だとか、そういったものを入れてたのかなって、まあ勝手に想像してるんですけれどもね。じゃあまあお時間が来ましたので、まあとりあえずそんな話を、とりあえず三頭の肘のお話でした。はい。